全国人民政治協商会議の大議員時代、殿間は中国の劇作家にして詩人、中華人民共和国の国家、義勇軍振興局の作詞者として知られる、コナン省調査出身、1912年に調査師範学校に入学、1917年に日本に留学、東京高等師範学校に学ぶ、この頃、各松弱と進行を結ぶ、 1920年に帰国し、翌21年に上海で中華諸局に勤務し、妻のエキススニーユと共に雑誌南国月間を創刊、戯曲を発表する。その後も戯曲を発表し続け、中国話し劇の代表的劇作家の一人となる。25年には南国社を創設し、28年には文学、絵画、音楽、演劇、 映画の語部門を持つ南国芸術学院に発展させた。ジョージと殿下、1933年上海で1932年に中国共産党に入党する。1935年の映画、風雲辞女》の主題歌として、義勇軍振興曲を作詞した。戦時中は、競輪リンで演劇団体を組織した。中華人民共和国成立後は、 中国技劇家協会主席、政府文化部の技局、芸術部門の責任者を務めた。話し劇のほか、狂劇など伝統演劇改革をも指導し、狂劇、白蛇伝などの上演台本も執筆。しかし1966年からの文化大革命で、彼の持つ歴史や民族的文化に対する意識の原点が日本文化に一挙していることなど、 批判の対象となり逮捕投獄され、1968年12月10日、獄中で母子した。1970年、修養、火園、洋館賞とともに4大悪官とされ、さらには1975年には永遠に投石を剥奪すると決定された。そのため、彼の作詞した歌は歌えず、国歌も曲の演奏に留められた。集会ではその代わりに、 東方公が歌われた。1979年、この決定は覆され、伝官の名誉は回復された。1982年12月4日の第五期全国人民代表大会第五回総会で、再び、義勇軍行進局が中華人民共和国の国家と定められた。1927年日中両国作家の人間寺大都文。 東京大学中国語中国文学研究室、起用12号。ありがとうございます。